はい、皆さんこんにちは、マイニーです。本日ご紹介する動画はフェザーネイルになります。はい、ではまず最初、ベースのカラーを塗っていきます。今回は、地爪のカラーをイメージしたものを塗っていきます。こちらのカラーは少し透け感のあるカラーなんですが、あまりムラになりにくい、とっても塗りやすいカラージェルになります。はい、硬化します。一度塗りでも十分綺麗なんですが、今回は、ちょっと二度塗りをしていきます。はい、硬化します。続いてこちらの3色、ボルドーと、これはブルーグリーン、あとはイエローです。ちょっと一番右のイエローは見切れちゃってるんですが、 100A のアート用になります。その他は、まあ、アートにも適してるカラーになります。ここからは、ラウンドペイントというプリジェルさんの筆、習字の時に使うような筆のような形のものを使っていきます。はい、でまず黄色を塗っていくんですが、このハケの形を利用して、先端がちょっとこう先細りになるような感じで、あとはサッサッサッと塗っていきます。でこの時ですね、見ていただくと分かるんですが、ハケの跡があります。塗りムラ、これはわざと作ってます。でこの方がこの後上にどんどんフェザーとかを描いていくんですが、より雰囲気が出るので、こんな感じでムラを残したまま硬化をしていきます。続いてこちらはラメのジェルですね。もう元々こういうカラーのジェルになります。こちらはちょっともったりしてる感じなんですけど、とても扱いやすいです。で今度、今ちょっと筆の紹介してなかったんですが、マナネイルズさんのアート用の筆を使ってます。これでまずは、ドットを描いていきますよ。このアートは、結構前なんですけど、お客様が持ってきたアクセサリーかなのデザインを参考にしているものになりますので、このゴールドはそのアクセサリーの装飾の部分を表現しています。でドットを描き終わったら、今度はさっき乗せたカラーの上にフェザーを描いていきます。なので、まあ、少し羽の形になるように意識しながら、まあ、でもすごく丁寧に描かなくても、なんとなく羽っぽい形になっていれば OK です。その後アウトラインを引いていきます。
続いて、103A、 これ結構私動画でもよく使うんですけど、ダークブラウン、焦げ茶色のアート用のカラーになります。で、筆は先ほどと同じ、アートブラシをライナーブラシを使っていきます。で、今、羽のアウトラインを描いているんですが、まあ、なるべく細めに描くんですが、あまりこうきちっと描かずに、太さが少し変わってたりしてもその方が雰囲気が出るので OK です。終わったら今度はドットもアウトラインを描くんですが、全部は囲わずに半分ずつぐらいアウトラインをしていきます。こうすると少しちょっと立体感が出るので、簡単なんだけどちょっと凝った感じに見えます。はい、これで硬化します。はい、ではアートは完成になりますので、トップジェルを塗っていきます。はい、硬化します。はい、こんな感じで完成になります。まあ、今回はこのカラーでやりましたが、色を変えても素敵になると思います。で、これからの時期ですね、秋冬にもとってもぴったりなデザインになってますので、もしよかったら参考にしていただけますと嬉しいです。はい、それでは本日の動画のご紹介は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それじゃあバイバーイ。